こんばんは。こんばんは。はい、ということでキロです。よろしくお願いします。イエーイ。最後の日なんです。何髪切るんです。ああ、一緒です。やめろ。そして髪も染めてもっと明るくするんです。ちょっと今日は最後の日です。いろいろ最後、はい、ということでね、ちょっとソラさんがすごすぎて、え、なんかちょっとどうですか。頑張れよ。ちょっと自分一番怖いんですよ、この順番的に。楽しみ。ちょっと今日はちょっと大人っぽい歌と子供っぽい歌とオリジナル曲を歌うので聞いてください。じゃあまず1曲目聞いてください。Thank you.
します。緊張しました。ちょっと自分にはまだ大人の色気は出せないみたいです。ちょっと感じました。ということで告知をします。3月はいっぱいあるので、ちょっと来年だけ行ってくんで、あとは SNS で各自で確認していただければと思います。まず1つ目、2月28日にソロで、どこでした、ユニオンフィールドさんで出させていただきます。時間は何時か、2時頃からなんで、ぜひ来ていただければと思います。2月まだありましたっけ、イベント29、あ、ないかな。ありません。はい、3月4日オメニバスライブのパトスですか、あ、じゃここですかね、パトスです。オメニバスライブをやります。はい、次は3月25日エアソル北斗プロレスさんのオープニングアクトで出演させていただきます。そして次の日の26日はエアソルでゴールドストーンさんで出演させていただきます。で最後29日がパトスでミュージックブックをやります。あと4月以降はこれから随時告知していきますので、ぜひ確認、なんかブログとか SNS やってるのでたくさん見ていただければと思います。はい、ということでこのあと2曲連続で歌って終わるんですけど、ありがとうございます。一つはまず自分が好きな佐藤さん、佐藤智久さんのキラキラという曲を歌います。もう一つはオリジナル曲なんですけど、オリジナル曲はそこに物販で売ってますので、ぜひ手に取っていただければと思います。作詞は島沢さんと一緒に自分で書きました。イエーイ。はい、ということでこの後ですね、あと何曲か出ますので最後まで盛り上げていきましょう。はい、あと次の曲ちょっと皆さんで声出してもらえるともっと盛り上がるかなと思うので、声を出していただけると、あとなんか最後の方でヘイヘイヘイってやったからですよ。そこなんかちょっとなんかノリでやっていただければ。で自分ちょっとその寸前に合図出すんで、はい、自分が手を挙げたなと思ったら、あ、次ヘイヘイヘイかなみたいな、そんな感じで思っていただければと思います。はい、聞いてください。最高でした。
終わった後に交流しましょう、みんなで。
ありがとうございました。